日は激闘人生公演ワイルドカードにお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは、それではですね、あ、崩れた、あ、なんかありました、大丈夫です、なんかありました、僕いや僕ちょっとわかんないです、あの出てきた時はすっごい寝てんなと寝てない、寝てない、大男が大の字で寝てる、大男それではですね、はい、ワイルドカードアフタートークを10分ほど始めましょう。イエーイ、お付き合いください、ありがとうございます、よろしくお願いします。なんとかワイルドカード上演できましたね。できました、やりました、やりましたね。もう死ぬ死ぬぐらい寒そうでしたね。切りましょう、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 夏の方が体温度管理が大変ですよね。そうです、もともとねワイルドカード冬だったじゃないですか、そうなんです、初回が、うん、はい、だから多分みんな衣装厚めにしてるから、もともとねちょっと温度下げ目にしてるんですよ、ね、あとエアコンが業務用っていう、はい、そうパワーあるんですよね、パワーありすぎるみたいな、いただけてたら嬉しいんですが、はい、はい、まあアフタートークということで喋っていきましょう。はい、ゲストの山本雄一さんです。イエーイ、はい、ありがとうございました。ゲストというか完全にもうレギュラーメンバーですけど、そうですね、もう同じ組の、同じ組ですか。G スペース公演はだから初じゃないですか、イベントとかはよく出てくれてましたけど。そうですね、G スペース公演初めて。どうでしたか。楽しかった、楽しいですね。楽しい、ここやからこそのこの作品がいいですね、またね、うん、近いでしょう、近い近ーと思いました、皆さんも思ってるんですか、皆さんも当たりませんでした、みんななんか当たってないですか、大丈夫ですか、ぶつかってない、大丈夫だ、僕最後死ぬときここまで行くかなと思ったんですいやでもまあまあ攻めてたよ、ね、ここに手通すぐらいは行くかなと思ってた、大男の大の字で、はい、大丈夫、見えてる、見えてた、大男かな、大男そんな大男そうね、あちょっと仮面気に入ってずっとつけてる、違うか、痛い痛い、なんで痛いんですか、あの新しい両面テープ、両面テープですよね、仮面両面テープ、仮面両面テープ、私がここにゴムつけられても困ります、確かにね、あの貼ってるんで、私もちょっと剥がしてみたいですよ、あそうです、じゃそのままいきます、いやガチガチなんや、ガチガチちょっと赤くなってる可能性がありますけども、紹介した分分かってない方もいらっしゃる、中さんです、中さんです、どうでしたか、中さん、いやいやでも楽しかったですね、ワイルドカードなんか、うん、久しぶり、1年半ぶりぐらいですか、うん、1年半ぶりですね、そう初演1回やった1日だけやったことがあるんですよ、1日だけ、ワンで2ステージだけ、ワンで2ステージだけ、その時から考えると中さんは、400ぐらい交番ということで、そうですね、あそうなんや、400も交番、400も都合上ね、都合上、400も都合上、都合上、都合上、都合上の心が持たないということで400は何があったの、400はいっぱいありまして、お母さん、まあ、巨乳のお母さん、ジャックのお母さん、巨乳のお母さん、巨乳のお母さんと巨乳好きのラビアンっていうエジプト人、エジプト人、エジプト人、はい、すごい刀が好きな日本の侍、武蔵さん、あとだけか、三役、一旦三役、そんなもんですか、三役、はい、あマックスは、マックスは純喜さんがやってました、はい、その人たちはどこで出てきてた、お前やったら、あのジャック五人目のジャックが優勝するでしょ、あその時の予選大会の、予選大会か、はい、もう全部弱すぎる、ね、弱すぎる、完全なコントシーン、コントシーン、お笑いシーン、もう、まあ、次もしワイルドカードやるとしたらそこにはもうゲストさんが入る、あーはははは、早替えゲストさん、うん、入るだろう、お母さん、そうですね、お母さん、お母さん、そうそう、またワイルドカードあるかどうか分かりませんか、いやーやってほしいな、どうでしょう、どうでした、そう、いやいや楽しかったですよ、やっぱりなんかゆういちくん、もともと純喜じゃないですか、そこ、純喜がまず泉がやってて、はい、で泉が、ジャックやったんですけど、うん、だからやっぱゆういちくん入ると、まあ、その、もともと4人が全員激闘にやったじゃないですか、うん、で、その空気感と全然違うゆういちくんっていうのが入ってくることになって、うん、なんか、いい雰囲気でよかった、そうよかった、すごいよかった、嬉しいよ、ね、嬉しい、違うワイルドカードができたなって感じがしました、うんうん、あ、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、考えてきてたんです、来てないです今思ったから言ったんです、ありがとうございます、はい、じゃあ泉さんどうぞ、あれ、そのタオルあるじゃないですか、これね、なんか知ってるかも、懐かしい、なになに、このこれね、露天こぼしの言って、僕ら劇団員でね、
キャンプ行ったんですよ。ああ、行ってましたね。キャンプ先にあった銭湯のタオルです。すごい思い出のタオルじゃないですか。そう、なんかそれつけてたんですよね。そう、ずっと。へえ。タオルなんかないかなと思って探したら、これがパッて出てきたんで、あ、これちょうどいいやと思ったんですけど。そうですね。白タオルってあんま持ってないですね。なかなかね、ないじゃないですか。そうで、僕は前回、ね、今中君の話にもあったけど、一回、あの最初はジャックだったんですよ。そうや。ジャックだったんですけど、で今回はあのホイールをやらせてもらったんですけど、ホイール楽しいですね。もうなんか、だから、まあ、今回は何喋ってもいいですから、もう今回は一緒だったけど、なんかこう、はい、違うパターンも多分、また変わるんだろうなとは思うんですけどね。なんかダイムじゃないバージョンとか、ジャック。どうですか、ジャック。高校生やりやん。無理やん。無理やん。無理じゃないって。いけるって。でも、確かにあの出番前、一番最初の状態ってみんな白シャツ着てるんですよ。確かに。あの、教師とかなんでね。もうサラリーマンにしか見えないんですよ。不動産屋さん10年目ぐらいです。だいぶ変わる。だいぶ変わる。これって、なんかちょっと、あの、近くにか会議を見てて、なんかあの、カイジがなんかその設定に入ってるわけじゃないけど、いやいやいや、カイジを見ててというか、こういうカードゲームとかのギャンブル系やりたいなと思って、で、なんか見んのは嫌やったんですよ、うんうんうん、なんかいっぱいあるでしょ。で、見たことあんのがカイジやったんで、もしかしたらカイジの要素入ってる可能性はあるなぐらい、うんうん、だからもしサラリーマンになったら、それこそカイジみたいに連れて行かれるから始まんねやろなとか、ね、僕がそうここは出社終わりにこうやってある程度高校生無理かな僕最年少なんですけど、ごめんなさい最年少なんですそうなんですよ。大丈夫です、できる。行ってみよう、やってか、行ってみよう。あー芝居の仕方が違う。それはちょっとこっちまで行ってるし、ワイルドカードを使用するぞ。バカにすんなよ俺のやつそんな風に聞こえてたんだ。もうちょい上がった、ここまでキノコに出てくる。いろんな役もやってみたい。そうですね。あとなんかカードがもうあの不正なく成功したことが僕は一番嬉しい。素晴らしい。今年はおかしいんですよ、はい、ドキドキなんですよこれ、ね、これまあ、もちろんね、そのシステムが組まれてるわけなんですけど、初演の時はもう1回戦目でこの組む時にバシャッってなって、好きやわその。でバシャッてした本人が俺は不正をしてしまったもん、失格ね。普通は逆じゃないですかね。指摘するのは分かるけど、やったやつが俺悪いことしてもらったごめんなさい、自首したんですよ。不正しましたって言った時にお前不正すんなよっていう、そう、芝居でしょ。おい、こいつ不正しましたよ誰が言うとんねん。で、本来ならその時点で負けたわけじゃないですか。そうでも、許すシーンいいでしょうみたいな、いいですか、いいでしょう。しかもこう、カードしばらくこれで流すもう次絶対失敗させてあかんから。そう、あれは楽しかったね。不正の話で言うと、あのリハーサルをずっとするんですよね、はいはいはい、だから当初も何回もやるんですけど、はいはい、最後の、本番前日のドレリハ、うん、本番当日のゲネリハで、投資、まあ、他にもやってるんですけど、この本気の投資2つで両方不正を着てるんですよ。そうなんですよ、これが怖かった。あれ怖かった、あれでもやっててよかったね、うん、やっててよかった。1個目は1個目はしょうもないよ。1個目の時が僕が、あの、ゆういちさんがバーンって来て、俺大会エントリーしてますからみたいな、あ、じゃあこいつふざけんなよって、このカードからカード出すとこでファシャンとしてこれ1個目ね。これ1個目。で、本番当日のゲネリハっていう時、うん、ゲネリハの時に、もうほんまのラストのラストでしょ。今のとこやったらまだネタになるじゃないですか。まだね。うん、まあまあ、ええかってなると。あらへんわ。ないか。もうほんまに最終勝負。おい、引けよみたいな。もうほんまに緊迫してる時、どっちか、どうするって。どうするねっていう時に、で、3枚、引こうぜ。イサベン、はぁこれが落ちたんですよ、バーンって落ちたんですよ、はぁ、それがめちゃくちゃ面白くて、なんかもうこれだってミスったら死ぬから、これミスったら死ぬんだよ。お前のシーンはトランプバーンって僕ら後ろにいたんですよ。で、トランプ組むの僕がやってるんですよ。バーンってなって、はぁはぁってなってから僕がガシなさいって審判出てきてよ。お前がバーってしたこと、お前の死因はこれだ、バーだ。手が近いんだよ。お前の死因はトランプをバーだ。ライムの手が近いんだよ。情けない。ここに用意するな。ここに用意してピッて行かれたらもう取れないだろ。高校生じゃん。こうやって行こうとしてる。死因。
トラップだ。プレパレーションしろよ。何でプレパレーション準備だけ。流行ってるプレパレーション準備だよ。高校で流行ってる。ここからピッてやるのやめろ。トレーニングだよ。焦った。ああそれで早くなっちゃったんだ。そうだ、やるぞお前、本番やるぞ。本番もやるな、これ。しかも聞き手じゃない方でやってんだよ、こっちは。聞き手でやるよ。じゃ聞き手じゃ遠いんだよ。間に合わないんだ。間に合わねえんだよ。早くしろよエンパイア。早くしろよエンパイア。エンパイア頑張ってんだろ。何のせいだよ。バカ野郎、今日やっててよかったよ。お待たせいたしました、ね、新しいカードをご用意いたしました。ありがとう。どうぞこちら。ありがとう。もう組んでる。組んである。組んでる。このまま動かすな。動かすな。踏もうとするな。分かった。もうこのままいける。気を取り直そう。よし。待って、待って、まだ。試合開始だ。よし。新しい審判。1分待ちなさい。でも変えておいて再開するっていう。成功したことのないトラップ。ツルツルなんですよね、これが。そう、マジックよ。マジックよ。マジックよのね。だからツルツルしてるんで。いや、よかった。でもそれが一番アントリー。リハでやっててよかった。ほんまに。でもそのゲネリハで一番おもろかったのは初手からじゃないですか。何が。あのみんなが一回こう暗くなって、あっぱれ全員じゃないですか。あ、あのみんな各袖でるんですよ。あ、そうね。見えなすぎ。見えなすぎ。で、明定した時みんな、あーってやって、よしです。僕完全に椅子間に合ってなかった。で、僕が目おかしくて、暗転中見えるんですよ。だから僕一人だけこうやって。みんな、みんなこの状態。もうギリ座れたからぐらい。あーっつって。はい、やり直します。やり直しです。ゲネでそんなん初めてです。そうですね。ゲネってもう本番同様やから、誰かが怪我したり、はいはいはい、機材トラブルが起きたり、戦火器止めへんっていう役目ない。いきなり止めました。俺もあれは初体験やったから。確かにでもあれしてなかったもんね、安全チェックを。そう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 、ね、そうなんですよ、僕安全チェックとか分かんないんですよ。見えるから。見えるから、ね、安全チェックって何みたいな。みんな何してんのって思う。なんかこうやって動いてるんですよ、みんな。見えてるから。え、な遊んでんのかなって。探ってんねんって見えへんから。すごいな。こう舞台上ってみんな、お前早けよと思いながら。そんなふうに思ってんの。え、これ一回定価したいけよ。安定してもらって、例えばなんかこう隠れんぼします、隠れんぼ。いやいやいや、どこに行くか、ちょっと見えやろうか。口は見えへん。隠れんぼやろうか。どのぐらい見えてるの。袖の隙間とか、まあ人のこのキラキラとか、白は見えるんじゃない。あ、すごいな。だから白を頼りにしてる。これでさ、もし安定してさ、名店したら誰もおらんかと思うな。手で吐けたんや。すごい怖いな。この人数で吐ける時間じゃないです。下ただバーンと客席が。また新たなデスゲーム始まる。下でデスゲームイヤー。デスゲーム始まってます。デスゲームイヤーでしたね。どうでしたか逆に。お前、いやいや、もうだって何話してもいいんですもんね。何話しても大丈夫ですよ。これ飲んだらで中で爆発して死ぬみたいな。はい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 。でかない。でかかった。そうだよ、100円玉ぐらいあったよ。うん、どうしようと思って。何のレベルのね、見やすいようにね、お客様が見やすいようにね。でも醤油もっとちっちゃかった。いや、そうそう、確か多分普通にタブレットやった気がする。なんかちっちゃいやつやったり。確かに、まあ、一口で飲み込むっていう手じゃん。そうそうそう、かまだ無理やもん。全員後ろ見てボリボリ。そうですよ、ボリボリしてたよ。だから僕もあの昼の会、はいはいはい、の食べて飲み込んだ芝居して、うん、僕も何も集中しすぎてて、うん、前向いてボリボリ噛んだ。何のレベルマシガリガリ噛んだ。しかも一回飲んだ芝居してるのに。そうそうそう。じゃあ今何入ってるの。あれはダメですね。それで言うんやったらですよ、なんでカロリーメイトにしたの。なめちゃくちゃ口の水分取られる。あれむずいんすよ。いや、わかるよ。だって可能なパンって例えばアップルパイとか、はいはいはい、チョコデニッシュとかやったら可能なの分かるんですよ。分かる分かる。でもここでアップルパイチョコデニッシュ出てきたら、それはちょっと、ちょっとね、なんか戦争感もないし、うんうんうん、からちょっとパサパサ系って思ってたんですけど、昨日の夜がサーターアンダギー。あ、そうですか。サーターアンダギー食ってた。あのちっちゃいサーターアンダギーを。で、今日の昼がマフィン、マフィンみたいなね、ちっちゃいチョコマフィン、一番きつかったですね。マフィンるから。あ、でカロリーメイドが結局一番きつかった。スイキって2人で割るんですよ、半分ごっこするんですけど、綺麗に半分。あの、リハかな、一回あれ試したときに、リハでやる。
3分の2と3分の1になって、でその3分の2をこうまた笑おうとしたらなんかもうバラバラバラって変な感じだったんですけど楽しかった楽しかったですね。はい、だから前回はその純喜さんが不正をしたことによって、はい、DVD にできなかったんですけど今回は撮れてるのであればいけますね。画面ついてますかね今カメラついてる、はい、カメラの不正はなかったです、まあ、もしかしたら DVD になるかもしれないやだ、はい、でもやっぱ不正のシーン見たい人もいるんじゃないですか僕が嫌なんですよ。 あれどっちかというと僕の方が問題なんですよ。純喜さんは潔く、うん、俺は不正してしまったかもしれない、やり直してくれ、わ、うんうん、かりました、僕2ゲーム目やから、うん、カード何がないかわかんないからもうこっちでカードではこれでいいですかみたいな出てきて、僕もほんまにこれどうしたらいいんやろ、 どっちかディフェンスやったかなって言ってこれ1分ぐらいやり続けてましたカード眺めててね、これで合ってんのかっていう、これでいけるのかなで最終合ってなかったんですよね。そう1個そう、合ってなかったけどどうしてもあのヘルドに勝たせないといけないので、うん、あのこっちが3枚引いて、うん、泉さんが3枚、ほんま4枚引くんですけど、泉さんが3枚引いた時に僕、ま、マスクしとったんで正面はで僕は分かって、もう出た数で、あこれが最後のカードで、これ次行ったら分かあかんの分かったんで、分かってるよ、ドローストップ、分かってるよ、ドローストップ、ドローストップあの攻防はやばかった、あれはやばかったね、面白いな、あれはおもろかったね、それ見たいな、どこでも見られへんね、もうでも出ないね、世に。いやでも、でこの3人がカードゲームに今回こうやる側でよかったです。僕入ってたら不正してるわ、絶対中さんはこう見えて苦手なんですこう見えてないです、このままやねおちょこちょいちょいおちょこちょいちょいちょいダサい、カードゲームしてたらベヤーだからどっちかの役やったら2回触らないといけないから、うん、確かに、うん、手大きいんですって、大きすぎて、大きすぎ、確かに大きい、大きすぎて多分いっぱいカード来るとか多分もうなんかもう絶妙なもう伝わりました、なんか、うん、スペシャリスト感が出ないですだからその初演であったらマックスとかちょうどいいかもしれない、ああわざと下手くそにカードくるっていう、そうそう、うん、FBI 特殊捜査官マックス、ね、そうあの役もいいですよね、面白い、そこでいつも楽屋で裏で言ってたんですけど、例えばここで生まれた作品が劇場版になったりするときってあるんですよ、アスクルとかがそうじゃないですか、そうですね、うん、ワイルドカードも劇場版いけるんじゃないかなとか言って、ね、モニター2つついてね、でルールもね、ほんまはルールもほんまはその場で見たいですよね、なんかアニメーションでトランプでね、あ、うん、見たかったり、事前に読むじゃなくてね、そうそう、ここをカメラでフォローしてここのアップとか見ながらやったら楽しいんやろうな、より臨場感出ていいね、思ったりしてました。劇場版に なるか知らないですよ、ならないですけど今のところ、やってよ、何役やりたいですか、うん、僕ですか、いやでも一回やったことあるのに愛着湧くタイプやから、ここはちょっとやってみたいけど、どれや、5年後だよ、でも5年後、5年後、あ5年後はもう無理や、ジャック無理、無理ブレザーはちょっとブレザー無理、ブレザー隠らないで、ブレザーのブロマイド撮影、パンフでブロマイド撮影ブレザーずっと嫌がるんですよ、そう、中尾君、学ランじゃあかんかな何が違うねんと言うなよ、そう言うなよ、ブレザーいけるいけるってずっと不安そうで、いける無理やって、いける、学ランやったらいけたのに、いけたよ、それも分からんけどね、可愛かった、絶対ブレザー無理やって、可愛かった、ありがとう、5年後じゃあブレザーで、いやー、なんかね、泉さんはいっぱい役やりましたけど、そうですね、まあだから今で言うとジャックもやったし、うん、だからヘルドもやったし、ホイールやって、でまあ本当ならね、あのマックスとかもやってたんですけど、マックスちょっとやりたかったんですけどね、でもあのマックスってその予選の中出てくる人で、あのカードバトルでやるんですけど、もう下手くそなんですよね、下手くそ、あの3枚引いてすごい自信満々に3枚引いて7、8、10とかでこう完全にニルバーナするんで、ニルバーナするちょっと面白いシーンやったんですけど、なんかそんなのちょっとやりたかったですね、あーなるほどね、確かに遊びシーンもやりた、遊びシーン、まあ中さんはこれでしょ、もう僕はもう土田とレイズと、ね、レイズと、はい、レイズはもう分かんないです、何なんですかもうトラウマ、可愛かったで、何がトラウマなんですか、クロッシュホイール言うんですよ言ってた、まあ、あ、ほんまや、また DVD にできへんよ、言っ
ってた。また DVD できる。あの後出る僕どんな気持ちだったの。そうなんですよ。ジャックやったらいやちゃうやんって言ってたけど、ホイールえホイールクロッシュだよみたいな言った後にホイールホイール出てくるからみたいな。もうなんか申し訳なくて、めちゃめちゃ空気変えた。無理やと思ったから、あれ危ない。こっちもめっちゃ空気読んでくれました。最後もね、でも笑う笑わん、でもチカちゃんと泉さんの出方でスイッチ切り替えたんですよ。あ、真面目にやってる、真面目でいこうってやってくれたからよかったんですけど、あれ誰かがへへって言ったら終わり、終わった、終わってた、終わってた、うん、もうすごい皆さんのおかげです。ありがとうございます。ウィール言ったから、残念ながら DVD にはならない、ならないというか、初日はちゃんとしてるんですよ。初日がちゃんとしてました。初日は多分一番ちゃんとしてます。はい、初日全部ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてるよ、全然ちゃんとしてますけど。そしてはい、ゆういちさん、そういえばゆういちさんに何かありますかって聞いて、もうすぐ飛ばしちゃった気がして。俺喋ったよ、ちゃんと。もうない、何もないですか。うん、ほんまですか。うん、じゃあなんか出演情報みたいな言ってきます。出演情報、急に喋れんくなったわ。やばい、水分が。あ、確かに。薬もらえたからカロリーメイトやったら。あ、やばい、怖い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 。一番持ってかれる。カロリーメイト早食い対決する。いや、絶対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 。来月ね、8月18、19に。おお、朗読劇。僕がおにぎり好きそうなチラシ。あのチラシ何？カーカンくん。初めてです、僕ツイッターで表面出さん。あれ、あの見た時に中尾って一瞬わからなかったもん。ミスショット。そうそうそう、だからアップしたもん。そう。これ近森か。野生爆弾のクッキー。でもちょっとちゃうねん、なんかクーちゃんに似てる。不思議あれと思って。メガネがね、メガネの形。いや、もちろんああいう顔する時もあるんですよ。いや、あるけど、まあでもあの、のミスショットですよ。の時にパシャって撮られたらミスショットを使われる。なんでって。そうなんですよ。にしてもやんな。え、事前に確認来なかったんですか。来てないよね。これ以上はね、ややこしいですからね。言ってるのに来てないよね。来てない。もう、ツイッターでおにぎりくんを知りました。あ、おにぎりくん。あとよう見たら、そのタッキーさんで矢口さんも、うん、あのイケメンやのにブサイクに。そうだね。そう、3人とも誰って一緒に、うん、3人ともなんか5割減ぐらい。普通逆やねんけど、ね、楽しみ。だから朗読劇やもん。朗読劇しながらあれやから。僕はあんなおにぎりくん役じゃないですよ。じゃないですか。じゃない、出てこない。こう本からおにぎり出てきたりそんな役じゃないです。あ、じゃないやん。おにぎり美味しいなぁじゃないですよ。おむすび二等兵じゃないの。違う。おむすび二等兵じゃない。多分みんな笑ってくれたってことは多分そう思ってたって。確かに、まあですね、大事ですね、ああいうの。はい、大事ですね。はい、さあそれに一緒に出るということで、はい、よろしくお願いします。泉さん、中さんはいっぱい出るんじゃないですか。いっぱい、そうですね。とりあえず来週が赤松大橋ですね。はい、4月27日に、ね、はい、あります。あとはまあなんかあのツイッターとかでいっぱい、ね、出してますので、またちょっと確認してもらえたらありがたいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそんなところでしょうか。なんか話忘れてることないですね。大丈夫ですね。みんなとワイルドカードで対決してないです。いや長い。みんなちゃんと100円ずつ出してトーナメントする全員と勝ち抜き戦で、ね、まあ、ね、ずってる隣でやっとこうか。100円出して100円出したい対戦相手を選んでねってして。ゲームセレクト今キャラクターね、ジャキーンって変えられへん、ゲーセレクト確かに変えられへん。そんなイベントも面白いです。確かに。あ、そうだ、 SNS つぶやいてもらうときのほんまやわ、素晴らしい。ハッシュタグ、はい、ひらがなで激闘、はい、で、ワイルド、ワイルド大文字、これ大文字のローマ字、うん、はい、で、2023、はい、これでつぶやいていただけると、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。いいです、お願いします。もうネタバレもして別に大丈夫なんで、ね、大丈夫、はい、劇場公演になるときはまだ変わるでしょうし、確かにそうですね、はい、はい、気にしなくて大丈夫ですので、ぜひつぶやいてもらえたらな、嬉しいなと思っております。はい、そしてこの後グッズ販売などもありますので、ぜひお立ち寄りください。お願いします。はい、そんなところでしょうか。はい、はい、ということで皆さん、激闘ワイルドカード大戦集落にご来場いただき誠に